オースティン・ M ・ビベンス・ディルクスは、アメリカ合衆国オーレゴン州マディオン・軍カイザー出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のロサンゼルス・ロジャース参加に所属。愛称は、エルルビオ。メディアによっては、ビベンズ・ダークスとも表記される。ライアン・ローランド・スミスに次いで、MLB 史上二人目のラストネームにハイフンを用いた選手である。 2006年の MLB ドラフト16巡目で、シアトルマリナーズから指名され、プロ入り。契約後、参カの A-9、エバレット・アクアソックスで、プロデビュー。同球団で3試合に登板後、A 級ウィスコンシン・ティンバーラ・トラーズへ昇格。A 級ウィスコンシンでは25試合に登板して2勝2敗、4セーブ、防御率1.9525奪三振の成績を、残した。 2007年は A 級ハイデザートマーベリックスでプレーし、31試合に登板して3勝1敗8セーブ、防御率4.4226奪三振の成績を残した。2008年は A 級ハイデザートで開幕を迎え、29試合に登板したが、7月9日に左膝の故障で離脱した。7月30日にルーキー級アリゾナリーグマリナーズで復帰。 8月22日に A 級ハイデザートへ最初を隠した。A 級ハイデザートでは32試合に登板して1勝1敗、1セーブ、防御率7.9531奪三振の成績を残した。2009年はゴールデンベースボールリーグのビクトリアシールズでプレー後、7月5日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。参加の A 級ピオリアチーフスでプレーし、12試合に 当番して7勝2敗1セーブ、防御率3.7050奪三振の成績を残した。2010年は AA 級テネシースモーキーズでプレーし、16試合に先発登番して5勝3敗、防御率3.2768奪三振の成績を残した。7月にトリプル A 級アイオワカブスへ昇格し、13試合に当番して5勝4敗、 防御率4.6134脱三振の成績を残した。2011年はトリプル A 級アイオワで開幕を迎え、20試合に登板したが、防御率7.16と振るわず、7月に AA 級テネシーへ降格した。AA 級テネシーで5試合に登板後、8月にトリプル A 級アイオワへ最初を復した。 トリプル A 級アイオアでは24試合に登板して4勝5敗、防御率6.0775奪三振の成績を残した。2012年1月10日にはシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。3加の AA 級ハリスバーグセネターズとトリプル A 級シラキュースチーフスでプレー。トリプル A 級シラキュースでは29試合に登板して0勝3敗1セーブ。 防御率5.5947奪三振の成績を残した。8月12日に FA となった。2012年8月15日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結んだ。契約後はトリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスでプレイし、7試合に登板して1勝1敗、防御率1 3 8 9九0奪三振の成績を残した。 2013年1月15日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。この年は参加の AA 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツと A 級ダニーデンブルージェイズでプレー AA 級ニューハンプシャーでは12試合に登板して3勝4敗、防御率1.9257奪三振の成績を残した。2014年はトリプル A 級 バッファロー・バイソンズと AA 級ニューハンプシャーでプレートリプ AA 級バッファローでは17試合に登板して2勝2敗、防御率3.8935奪三振の成績を残した。オフの11月4日に FA となったが12日にブルージェイズとマイナー契約で再契約した。2015年もトリプ AA 級バッファローと AA 級ニューハンプシャーでプレーこの年は a 級ニューハンプシャーでの登板が多く、20試合に登板して7勝8敗、防御率4.0886奪三振の成績を残した。オフの11月6日に FA となった。2016年4月5日に独立リーグであるアトランティックリーグのランカスター・バーンストーマーズと契約。10試合に先発登板して3勝3敗。 防御率3.8150脱三振の成績を残した。2016年6月17日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。参加の、AA、a a a 級ラウンドロックエクスプレスへ配属され17試合に登板して3勝4敗。防御率3.0462脱三振の成績を残した。オフの11月7日に FA となったが12月16日に レンジャーズとマイナー契約で再契約した。2017年は開幕からトリプ a a 9ラウンドロックでプレーし、5月7日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。5月17日のフィラデルフィアフィリーズ戦でメジャーデビューを果たし、1回を投げて1失点だった。6月6日のニューヨークメッツ戦で MLB 初勝利を挙げた。 次の登板となった6月11日のナショナルズ戦から先発に回り、この試合では7回1失点の好投で、相手先発のマックス・シャーザーに投げ勝った。この年は MLB では24試合に登板して5勝2敗、防御率4.6738奪三振の成績を残した。オフの11月6日に40人枠を外れる形で、トリプル A9 ラウンドロックへ配属された後、 FA となった。12月19日にレンジャーズとマイナー契約を結び、2018年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2018年も開幕から、AA、a a a 級ラウンドロックでプレーし、5月24日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの十一月二日に FA となった。二千十九年一月十三日、 台湾プロ野球の統一ライオンズと契約したことが発表された。しかし、6月12日に妻の出産に立ち会うため、アメリカに帰国し、契約要項に従って肉ん落ち、そのまま台湾に戻ることはなく、対談となった。2019年6月29日に、フルスレンジャーズとマイナー契約を結び、同日中に、参加トリプル A 級ナッシュビルサウンズへ配属された。 2020年6月1日に FA となった。2021年5月4日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。5月5日に参加トリプル a 級オクラホマシティドジャースへ配属され、開幕を迎えた。ありがとうございます。